皆さん、こんにちは。さっきはね、タイトルに書いてある通り、久々ですね、ちょっとミリタリー関係のギアをね、紹介します。まあ、ミリタリーといってもね、今回うちのチャンネルで扱う限りは、まあ、カメラとかジンバルとかに関わるものなんですが、今までね、僕のチャンネルでは旅行用のバッグとか、あと、カメラ系のやつは全部、今後ろにあるこちらですね、ミステリーランチのね、2Day アサルトバックパックを使っていましたが、まあ、やっぱりこれはね、旅行とかに最適な、バックパックで、なかなかカメラの機材とかジンバルを一気に持ち運ぶってことに対してはね、まああんまり向いてなかったんですよね。で、今回はね、はい、紹介するのはこちらです。じゃじゃん。はい、ハザード4のね、ピルボックスです。で、実はですね、このバックパック、過去にね、一度紹介してるんですが、バックパック自体ね、過去に紹介したピルボックスの方、まあ、色は違ったんですけど、そちらの方はですね、ちょっとこう、商品に問題があってね、まあ、あの時は在庫もなかったんで、返金処理になってしまったんですが、まあ、今回ね、またちょっとこう、手に入れる機会がありましたので、改めてね、紹介します。で、はい、やっぱりこのね、ピルボックスといえば、この全体的な外観ですよね。わかりますか？このね、ハードシェル型のバックパックは、もう一昔前に流行ったボブルビーってバッグをねちょっと彷彿させますよね。で、側面とかにもですね、こういうふうにはモールがついていまして、背面の方もですね、こんな風になっています。普通のバックパックタイプですね。ハザード4は過去にね、フォトリーコンを紹介していましたが、あっちはね、こうワンショルダータイプの肩掛け式のバッグだったんですが、こっちは両方のね、バックパックとなっています。なのでね、重い機材とか持ち運んでね、動くときにはこっちの方がいいかもしれません。で、反対の側面はこんな感じです。はい、どうでしょうか。やっぱりこのね、デザインが素晴らしいですよね。それではね、この中身開けてね、どんな風になってるか見ていきましょうか。さて、それでは各部詳細を見ていきましょう。まず本体のね、この正面なんですが、材質はね、これポリカーボネートっていうんですかね。はい。結構柔らかい樹脂製の素材で、まあその上をですね、おそらくこれケブラーかなんかのね、繊維でこう圧着している感じなんでしょうか。非常にね、頑丈ではありますが、弾力があるんで、ちょっとやっとったものをボンってぶっけたくらいでは、まあ中のものが破損とかね、することはなさそうです。で、本体の方にはですね、こんな感じでいくつか穴が開いていまして、ここにですね、同社のオプションパースカーをつけることによってね、より拡張性を高めることもできます。で、先ほども見せましたが、本当に横ですね、側面の方にはこのモールのね、やつがいくつかあるんで、まあ、ここにポーチとかも追加することもできそうです。で、こっちが本体の、勝負部分ですね、背中に当たる部分、背面になります。背面の方はですね、普通のままバックパックといった感じで、まあ、クッションとかは結構ね、しっかり作られているんで、まあ、背中に当たる部分とかは痛くなさそうです。で、ショルダーストラップの部分なんですが、こちらはですね、ファスティックスがあるので、素早く脱着することもできます。ただですね、ちょっと僕これ見て気づいたことなんですが、このバックパックのストラップと本体をつなぐ部分っていうのが、まあ、こんな感じの、まあ、一応金属ではあるんですが、すごくね、こうこんなにバックは頑丈なのに、このストラップの部分は、まあ、こんなもんなのかってちょっと華奢な印象で受けました。まあ多分ね、通常の利用には問題ないんですが、一応このハザード4をね、ミリタリー関係とかこういう法執行機関とかそういったところにも、まあ、なんか納品してるらしいんですが、まあ、ちょっとこのピルボックスの方は少しね、このこういった付け根とかね、そういったところには少しだけね、不安を感じます。で、こちらの方にね、チェストストラップもついていまして、このチェストストラップはもちろん左右付け替えることもね、できますし、好きな位置で移動させることもできます。で、このチェストストラップのこの上の方には、はい、マジックテープのなんかこうバンドがついていまして、まあそうですね、レンズキャップとかなんかをね、挟めることもできそうです。こう反対側にもね、ついています。次に本体の上部、トップ部分ですが、ここにはね、ラバー付きの大型のキャリングハンドルがついていて、結構これはね、しっかり作られていて、まあ、ショットやソートでちぎれるような心配もなさそうです。で、この、キャリングハンドルの下の方にもですね、よいしょ。はい。ファスティックスがこういう風に2つついていまして、まあ、ここにね、三脚とかを挟めて使うこともできそうです。ただね、この辺ってね、あんまり物とかこう、ね、つけたりすると、こう左右の、なんていうか、ふらつきとか、ちょっとこう、ブレとかで、こうスポンって抜けたりしないか少し不安なんですが、まあ、とりあえずね、ジャケットとかなんかこう、タオルとかを巻くくらいだったらいいと思うんですが、あんまり重量のあるものはね、ここに引っ掛けない方がいいかと思います。で、こちら本体、さっきね、紹介したこの背面なんですが、この部分はで、実はですね、よいしょっと、こんな感じでジッパーを下ろすと、ほら、こんなようにね、
裏がすごいこう、なんて言うんでしょうかね、手触りのいい材質でね、覆われています。ここにね、タブレットとかノートパソコンをね、入れることもできます。あとこれハザード4のね、公式ホームページとか見るとね、ここにピストルとかを隠してコンシールドメントみたいなことやってましたけど、まあなんかそういったこともね、できそうですよね。まあこういったね、ミリタリーバッグってこういう隠しポケットとかね、こういうの好きですよね。まあ、僕もね、すごくこういうのね、好きですね。まあ、ロマンがちょっとありますよね。さて次はね、本体のテープなんですが、ここの部分にはですね、はい、こんな風にね、腰のストラップがついていまして、このストラップはですね、こんな感じで、独特なロック機構があって、まあつける時も簡単ですし、まあロックもね、非常に、楽々で取り付けることができます。でロックするとね、そうそう簡単に、まあ引っこ抜ける、すっぽ抜けるってことは、はい、なさそうです。でこのね、ウエストの部分も、あ、もちろんこの横でつながってるんで、取り外して使うこともできます。でこの下の方にもね、キャリングハンドルがあるんですが、トップのキャリングハンドルと比べると、まあほんと普通のまあ、コーデュラナイロンとかそんな感じでできてるんで、あんまりグッて引っ張ったりすると破損する恐れがあるので、ちょっとこのね、後ろのストラップは、まあ、優しめにこういう風に持ってあげましょう。さて次はね、内部を詳しく見ていきましょう。まずメインのね、コンパートメントの方に行きますが、ちょっともう中にいろいろ入れてるんでね、こんな風な感じになっています。内部はですね、様々な仕切りがね、ありまして、大きい仕切りの、ディバイダーっていうんですかね、仕切り板が 1,2,3 枚で、真ん中の中くらいのディバイダーが2枚、そして、小さいね、ディバイダー仕切り板が2枚っていう風にね、セットになっています。まあそれを様々組み合わせることによって、まあいろんなね、機材を入れることができます。僕は今回こんな風に入れてみましたが、どうでしょうか。一番上の方に重いカメラとかを載せまして、でこの他にもね、その左右にレンズとかをね、収納をしてみました。で本体の深さなんですが、一応このレンズ、SEL18105、これが垂直にこうまっすぐ置いて閉じることができるくらいの深さがあります。まあ実際のこの計測した数値とかは画面のどっかに出しておきますけども、割とね、構造の割には本体深く作られているんで、まあカメラとかそういった製品をね、収納する上では特に不満はありません。他にもこんな感じでね、トラベル三脚を丸々収納することもできますし、マイクとかね、あとこの、モバイルバッテリーとかそういったものもね、全部収納できます。でこれもちろんね、本体内部はね、こうクッション性の高い、素材で作られているんで、まあ、内部のね、機材が傷つくこともないかとは思います。で、まあ、適当になんかいろいろね、こういうマイクとかいろいろね、ごちゃごちゃ入れてますが、まあ、こんな感じにね、はい、収納することもできます。で、これがね、メインの部分ですね。そしてメインのね、1個上の方にはもう1個ね、収納スペースがあります。で、2つ目の収納スペースなんですが、このように蛇腹状のね、この、ストッパーっていうんですかね、この留めのマジックテープがあって、これを剥がすことで、はい、よいしょ、こんな感じにパカッとね、開くことができます。開くと内部はね、こんな感じに、なっていまして、見えるかな、はい、内部にはですね、このレーザーカットのね、このモールがあって、まあ、ここにポーチとかを、加えることもできますし、この部分がベルクロのメスになってるんで、まあ、普通のね、ポーチとか、マジックテープで固定するようなものは、ここでね、取り付けることができそうです。で、今回ね、こんな感じで、オーガナイザーとかね、バッテリーボックスとか、そういったものを配置することもできます。で、さらにですね、もう一個ここの方に仕切りがあってね、こういうオズモポケットとかね、入れたりですとか、ここにも、さらに、ポケットがあってね、こういうワイコン入れたりとか、まあ、SD カードとかバッテリーとかもね、入れるスペースがかなりたくさんあるので、この辺にね、そういった小物を入れておくのがね、いいかと思います。で、さらにここにも、仕切りのね、板っていうんですね、仕切りの袋があるんで、まあ、小さいものもね、ここに入りますし、あと、この部分ですね、さらに大きい、このくらいのスペースのあるね、かなり広いスペースがあるので、ここにね、ノートパソコンとか入れてもいいと思います。で、さっきも言ったんですが、ここにマジックテープついていまして、まあ、パタンと閉じると、次回開くとき、自動的に、ほら、マジックテープがね、ペリッとこう、貼らさっている状態です。で、さらにこの内側の方にも2つ大きい仕切りのね、スペースがあるんで、まあ、いろんなものね、入れることができるかと思います。なので、収納力は実はね、このメインよりかも、こっちの方がね、たくさんあったりします。
さあ、そしてね、一番皆さんおそらく気になるであろう、このバックパックにジンバルは収納できるかということです。今回収納するジンバルは比較的小型でね、軽量なゼユのビービル S をね、収納してみましょう。で、収納する際はですね、この足を外して、この状態ですね、この状態で、このバックパックの どこにしまえるかってところをね、はい、見ていきましょう。で、まずはですね、ここさっき言った比較的ね、この、物が入ると言ってたスペース、ここに入れようと思うんですが、実はですね、ここに入れると一つ問題があります。それはですね、ほら、これ見えます？この、クイックリリースプレート、ここがこんな感じで引っかかってしまって閉じるのがね、難しいです。まあ、こうやってグッと押しながらね、閉じようと思えばできなくはないんですよ。はい。これ自体が、結構柔らかい、ポリカーボネートっていうんですかね、やっぱり弾力のある素材なんで、こんな風にすると、まあ、しまうことはできなくもないんですが、これやるとなんかね、あんまよろしくないっていうか、変形したりとか、あとこの、クイックリリースプレートが破損するようなね、恐れがあるので、あんまりね、おすすめできないですね。なので、もしこの部分ですね、はい、この1個上のこの部分に、しまいたい場合は、このクイックリリースプレートを引っこ抜いてしまう必要があります。ただし、このクイックリリースプレートを取ってしまうと、当然ながらチルト軸ですね、このジンバルのチルト軸の再調整が必要になるので、まあ、ちょっと一手間かかってしまいますね。うん、でも、多分ね、一番場所を効率的に使うんだったら、この部分にしまうのが僕は一番いいかと思います。で、次です。このメインのコンパートメントの中にこのビービル S を入れようとすると、この上下半分ですかね、この下半分をほとんど物を入れることができません。なので、こんな感じに、内部のものを一度すべて取り払って、新しくね、スペースを作る必要があります。まあ、その場合はそんな難しくなくて、こんな風にね、マジックテープをこういう風に入りって、仕切りを元の位置に戻してあげれば、はい、こんな感じで瞬時に広いスペースを作ることができます。ここまで広くね、スペースを取れば、はい、ウィービル S も、まあ、なんとか、はい、収納することができました。で、もちろんね、さっきのクイックリリース、プレートの分のこの深さも十分確保できるんで、このまま自然にパタンと、畳んで、ジッパーも閉めることも、はい、できます。はい、しっかりと梱包することが、できました。ただし、さっきもね、これ見てもらったんですが、このジンバルの、おかげで、かなりの部分がね、こう犠牲になるんで、その他のものをね、入れるスペースっていうのが、まあ、ほとんど占領されてしまいます。なので、まあ、もう、ジンバルとカメラ1個しか持っていかないよっていう場合だったら、これでもいいんですけど、さっきも言ったようにね、いろいろこう、三脚とか、他にも持っていきたいっていう場合は、まあ、こっちの方にね、しまうなり、まあ、もしくは、さっきも言ったんですが、このね、ズユンのこの、ウィービル S のクイックリリースクランプを取り外して、まあ、使うっていうね、収納するっていうところが、まあ、いいんじゃないかなって思います。ただ、まあ、そういったね、様々な選択肢っていうんですかね、オプションが用意されてるっていうのは、まあまあいいんじゃないでしょうかね。拡張性も高いですし、皆さんね、その、おのおののジンバルいろいろ多分あると思うんで、自分なりにね、この収納するっていうんですかね、このしまう、やり方っていうのを見つけてほしいです。さあ、それじゃあね、最後にこのバックパックを背負ってみて、この、背負った時の体感的なことをね、少し話していきたいかなと思います。バックパックをね、背負ってみると、はい、こんな感じになります。見えますかね？はい、後ろはこんな感じです。横から見るとこんな感じ。正面を見るとこんな感じです。で、まあ、背負ってみたね、感想なんですが、わりかしね、フィット感はすごくね、高いですね。しっかりとね、後ろの方にこのクッションも入っているんで、ちょっとやそっとね、こう動いたくらいじゃバッグがずれるってこともありませんし、まあ、ちょっと重いなって思ったら、チェストストラップ、これを締めてあげれば、かなりね、重さを分散できるので、まあ、長い距離とかをね、歩くんだったら、意外にこれね、いいかと思います。ただし、まあ、やっぱりこのビジュアルですよね。まあ、このビジュアルさえ気に入ればね、もうカメラに限らず、もう本当このバッグね、すごくおすすめできるんですが、僕もね、これちょっと使って2、3日歩いたんですが、
後ろからね、あれなんだろう、あれなんでしょうかねみたいな感じで、私、ひそひそ話が聞こえたりとか、コンビニのレジで並んでる時に、一回これ何ですかってふうに聞かれたことがあるくらい、すごいね、ビジュアルを放つ、バックパックなので、まあ、目立ちたい方とかね、今、YouTuber とかね、それこそ、まあ、こういうバッグでね、カメラ入れて歩いてみるのも、まあ、いいんじゃないでしょうか。で、まあ、実際ちょっとね、使ってて、もうちょっと気になったことがあって、それはバッグそのものがね、結構重量があるってことですね。で、乾燥重量とかはね、ちょっとこの画面のどっかに出しておきますが、こういったね、普通の、コーデュラナイロンのバックパックに比べて、まあ、こっちはやっぱりこういうね、ハードシェル型のバッグなんで、何も入れてないですけども、そこそこね、重さがあったりします。なので、そうですね、カメラとかね、そういったのやっぱりこう、なんていうんですかね、精密機材ですとか、そういったものをね、まあ、持ち運んで破損させたくないっていうんでしたら、このバックパックすごくね、いいんですが、そうじゃない場合とかってなると、まあ、別にこういう風なね、バッグでもいいのかなとかってね、思ってしまうこともあります。ただ、まあ、それをね、さっぴいたとしても、このね、非常にかっこいいビジュアル、いかつい感じでね、ビジュアルもいいですし、あと、まあ、他にもね、外部の、商品とかね、そういった、拡張製品ですか、そういったのを買うと、いろんな使い方ができそうなんで、まあ、まだまだね、このバッグ、まあ、使って紐浅いんで、そういったところもね、今後どんどん、まあ、紹介できたらいいかなっていうふうに思っています。はい。まあ、結論から言いますと、このバッグ、このビジュアルですよ。このビジュアルとデザインが気に入ったというのであれば、もう、間違いなくね、これ買いですね。そして、まあ、カメラもジンバルもレンズとかね、そういったものも全部一式、まあ、収納することもできますし、トラベル三脚くらいだったらね、この中にスポット収まってしまうので、ぜひね、こう旅行とかね、そういったのにね、こう一個、どうでしょうか。はい。で、北海道とかね、これからますます観光シーズンに、ね、なりますので、その旅行のお供とかにもね、最適なバッグなので、皆さんもどうかね、これ検討してみてください。こちらの商品の方はですね、下の方に、概要欄の方に、Amazon のリンクね、貼っておきますので、そちらでもね、見てくれると嬉しいです。でね、うちのチャンネルの方ではですね、こういったハザード4のバックパック以外にも、ミステリーランチのバッグですとか、他にもね、タクティカル系のバックパックとか、カメラ系のね、機材とか、そういうのをどんどん紹介していますのでね、ぜひそちらも合わせてみてくれると嬉しいです。ここまで見ていただきありがとうございました。この動画が皆様の何かの参考になれれば幸いです。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。